はい、ドッカンバトル6周年おめでとうございますということで、ダブルドッカンフェスが来てるのでちょっと引いていこうと思うんですけど、どっち引くかなんですけど、一応ピックアップ見ていきましょう。悟空側、まず完成版身勝手、今までだったらあのバトル中に変身するタイプのキャラクターが多かったんですけど、今回はいきなり身勝手の、極みの方、これが排出の状態からこの形態で出てくると。で、1回目の覚醒、あ、これ Z 覚醒か、1回目の覚醒がこれで、 LR までの2回目の覚醒がこれっていう感じで、で、こっちの場所に入っているのがアルティメットご飯で、ドッカン覚醒させると、まあ、ピッコロとのコンビになると。で、これもちょっと気になるんですけど、ここは、あ、既存のキャラ、9月ぐらいか、ダブルフェスであったボテンクスブー、まあ、バトル中にアルティメットご飯吸収ブーになるブーですね。で、これが1年3ヶ月ぐらい前かのダブルドッカンフェスの、スーパーサイヤ人ツインになるご飯ですね。もうこれは一応持ってるんですけど、あ、おっしゃった。ご飯は土地なし。宝国 LR4 周年の、僕ですね。これは1凸かな。この辺も欲しいんですけど、あ、で、海洋犬ブルー。これは土地なしで持ってます。で、ビールスは1凸かな。あ、この悟空は持ってない。強いんだけど、まあ、できれば欲しいといえば欲しい。あ、で、これはもうあぶれてます。虹で。ゴルフリ天使もあぶれてます。あ、この辺 SR か。で、ベジータ側、うん、で、身勝手の、悟空と同じように、ブルー進化の状態のベジータが最初の排出の状態で出てきますと。で、1回目のドッカン覚醒で、2回目の LRA のドッカン覚醒がこの状態と。で、気になるのはこれです。ゴールデンフリーザ天使、Z 学生だと、ごく力、まあ、悪役側なんですけど、こうドッカン学生するとアルティメットご飯とのコンビになるんですが、まさかのご飯のカードが極属性になるという、これ結構新鮮だなって思うんですけど、ちょっとこれ欲しいなって思ってます。あとは、あとこれは凸なしで持ってます。凸なしなんで、まあ、1凸2凸できたらできればいいかなと思うんですけど、まあ、そううまくいかないかな。このセルも凸な、凸なしじゃない、1凸かな、1凸だけど、まあ、2凸3凸までできたら、まあ、ありがたいといえばありがたいですが、ベジータ4に関してはこれ二重なんですよ。だからこれは出ないでいいです。ケフラ、凸なしで持ってます。なので、これも凸が進めばありがたいかな。ヒットは2凸だったかな。凸が進んだところで、ちょっと実用性があまりないので、出てもあんまり嬉しくないかな。ベジータ2、これは、1凸か。まあ、できれば2凸以上まで持ってきたいけど、この辺が出てくれたらいいかな。まあ、もちろん。進化ベジ、まあ、キラキラベジータ出てくれたら一番いいんですけど、これはあぶれてますね。うん、上の旧身勝手、地属性の身勝手と同じようにこの辺はあぶれてます。17個1凸か、まだ意外と古いキャラだけど、なかなか引きが悪くて、この17個はまだ1凸止まりなので、まあ、2枚3枚までは出ていいか。この辺は SR の10枚か。ということで、どっち引くかなんですけど、こっちの方がピックアップがどれが出ても、まあ、どれが出ても、あ、違うの、右の方は、うん、地属性身勝手はあぶれてるから、まあ、ただ無駄引きが少ないのこっちの方か。ただ、うん、まあ、このベジータ方は
西でもうこれ以上出る必要がないんですけど、さっき言ったこのゴルフリが気になるのと、まあ、やっぱりキラキラベシータが欲しいっていうことで、今石が268個あるんですけど、150個、石を使って3周連すれば、3周連すれば10連がもう1回無料で引けるっていう、まあ、いつも、節目のダブルドッカンフェスをよくやってるんですけれども、ちょっとこっちからやっていこうかな。うまいこと引けたら、最初のワンセットで終わらせて、まあ、今必死に268ですけど、あと32個貯まればまたワンセット、40連まで引けるので、最初に40連でこのベーシータがうまく引ければこっちに移ろうかなと思っております。でまずこっちから行ってみます。ああ待って、ホーム画面こんな感じなんですよ。ちょっとこっちに戻しちゃって申し訳ないんですけど、ゴーク&フリーザー、配布の身勝手極め、兆しの身勝手地属性で、即属性のキラキラベジータ海洋圏ブルーで、LR の海洋圏ブルー&進化ブルーのベジータっていう感じで、まあ験担ぎでしかないんですけど、こういう感じでホーム画面にしてみます。じゃあこれを引いていきます。大抵10連目は、この演出からして期待はできないな。一か八かだっていう掛け声も結構ろくなものが出た試しがないんですよ。お、あ、いきなり出たけど、まあまあ使えなくないか、劇場版ヒーローカテゴリーだったら。あ、でもちょっとこの力弱いからな、結構高難易度イベントでは攻撃が固まるとボコボコにされちゃうからなこいつ。まあ一応1枚目出たから確定枠、まあ、確定枠でフェスゲーム出ないか。そうそう、これ3体目4体目、1体目で SSR 出るの結構久しぶりだな。これが7体目か。8体目、9体目出ないだろう。SR だな。で最後10体目、確定枠。あー、この前極限したフレーか、強いけどもう虹だし、これもう極限しちゃったからこれ以上伸びしろはないからな。まあ一応このご飯は2つだったかな、無駄引きではないけども、そんなにいい引きではなかったな。じゃあ20連目いきます。あ、ベジータいるな。あ、来た、よこせって言ってる。ブルーになるか。ああ、金髪か。とりあえずフェスゲンは出る。出る。確か。あっと。バッテリーが。で、こういう時に限って、ベジータ4があぶれるっていう感じに、そういうオチになりそう。3体目か。4体目。5体目、6体目、じらすな。7体目、まだ出ないか。あ、キフラか。あ、まあまあいいでしょ、一応素だし。あれ、8体目か、これ。9体、お、あ、あ、このトラックさん持ってない。なんか、地属性の未来ご飯のフェスの時に同時に出たやつかな。もう1年と 2、3 ヶ月より経ってると思うけど、結構強かったはず。まあ、といってもフェス限の地属性の極限したトランクスと同盟だったはずだから、そんなに組み込めない。あ、でもどうかな、未来ご飯と組ませたら こいつの方が強かったりするかな。必殺の追加効果とか含めたら守りはこっちの方が強いかもしれない。あ、これ買っておくか。あ、ゼノンクス。
こいつ極限とか来ないと使い物にならんぞ。同盟問題とかはないから、極限来たりしたらないか。なかなか、もし来たとしたらなんか普通に使えそうだけど。20連まで終わって30連目、まあ、とりあえずフェスゲンは1回出たからそんなに悪くはない。現実的には期待できないな。ルーン17号にキックだと全然バラバラ。なんか確定力だけで終わりそう。2体目、3体目、4体目。キックアップ関係なくてもなんか通常ガシャさんで強いやつとか出ないかな。ラディッツとか。6体目。あとあのビルスのフェスの時に一瞬出たウィスとか、ああいうの取ってないんだよ。確定力メタルクーラーか。こいつもあぶれまくってるな。あ、もう一体か。あ、前、貴族者の前か。あ、こいつも虹だったような気がするな。収穫ないな。これでとりあえずワンセット最後か。なんかここ数年無料ガシャだとあんまりいいの出た記憶がないな。ピッコロが天津飯か。どういう組み合わせだこれ。演出的な期待できない。これでせめてゴッドまでいってほしいな。 SSR の数で勝負するっていう感じで。3体目、4体目、5体目、6体目。は確定力しか出ないやつだこれ。7、8、同じの吸いだよ SR で。でこれ9か。なんか確定力だけだ。何が出る？大技でなんかもうセリパ。いや全然収穫ないな。40連してケフラぐらいか。いやー、これはね、あと32個決まったとしてもちょっと身勝手な方にいけないな。次のベジータの方引くか。ということで、また次回残り32個溜まったら、もう一回40連をやろうと思うので、運が向いてくるといいな。また次回お願いします。ありがとうございました。